ああ、もう何度目ですか。刑務所に収容されるの。二度あることは三度あるんだな。もう、こうなったらまた脱獄するしかない。なんか、今回の刑務所はよりヤバそうだぞ。二度の脱獄をした私たちならいける、きっと。そうだな。きっと、できるはずだよな。この動画は霊夢とマリサの刑務所からの脱獄。霊夢とマリサの刑務所からの脱獄2。霊夢とマリサのとある島からの脱出。これらの動画シリーズの続編となっております。この動画を初めて見る方はそちらから視聴するのをお勧めします。その方がよりこの動画シリーズを楽しめると思うんだぜ。じゃあそろそろ行きますか。そうだな。ここから本編だぜ。あ、なんとか。罪を軽くしてもらうことできないんですかね。二度の脱獄を犯してよく罪を軽くするなんて言えるなお前は。そうだぞ、もう私たちは刑務所に入るんだ。え、マリサそっち側なの。まずはお前らの荷物をここに入れるんだ。何も持っていません。私も何も持っていません。本当か、これで何か持っていた暁には相応の罰を与えるからな。何も持っていませんって。あ、そういえば監視長でいいんですかね。そうだ、私がここの B 弁刑務所の監視長を務める金久保だ。金久保。うん、呼び捨てにしたのかお前。いや違いますって、かっこいい名前だなって思ったんです。さて、ではここからが刑務所内となる。あ、いよいよ収容されてしまうのか私たち。さあ、中に入るんだ。うおお、これが B 弁刑務所。だったか。とてつもなくでかい監視塔みたいなのがある。ここは今までのお前らが収容されていた刑務所、アインス、ツバイよりも格段に広い。そうなんですか。設備とかもすごそうだ。脱獄しようと思ってもそう簡単にできる場所じゃない。いやー、何を言ってるんですか。脱獄なんて考えませんよ。そうですよ、2回も失敗して3回目やりますか。2回やるやつはどうせ2回目もやるんだよ。そんなことないですって。ひとまずお前らは収容する棒に来てもらう。こっちだ。二人ともついてくるんだ。なんか、あれですね。左右対称というか特殊な作り方になってますね。そうだな、他の刑務所よりも大きいだけあって、自由広場や棒、その他の設備は他の刑務所より多い。そのため監視長も二人体制で管理している。金久保さんともう一人、監視長がいるってことですか。そういうことだ。なるほど。本当だ。棒の数もめっちゃ多いですね。私たちの棒はどこですかね。お前らの棒は一番奥だ。一番奥ですか。出口からめっちゃ遠いじゃないですか。なんだ、出口から遠いのがまずいのか。あ、いや、そういうわけじゃないですけど。まずはこっち側の棒はマリサ、お前だ。了解です。ってことは逆側は私ですね。よくわかっているな、さすが脱獄中。その言い方やめてくださいよ。というわけで、お前らはこの後棒内待機を経て自由時間が与えられる。ありがとうございます。最上位の感謝を差し上げます。もう3回目だからわかると思うが、初日は施設紹介を刑務作業の時間に行う。あ、はい。3回目ですからね。食事の時間もあるからそこは安心してもらっていい。あの脱出した島よりかはいい食事ができるでしょう。まあ島の話は後でじっくり聞きたいと思っている。あ、それくらいでしたら何でも話しますよ。その言葉覚えておくぞ。それで自由時間まで待機だ。了解です。わかりました。さて、行ったか。なんか、とんでもない刑務所に収容されちゃいましたね。もう、入った瞬間から突っ込みどころが多いんだが。監視塔も今までの日にならないし、自由広場も二つあったよ。やばすぎる。今回こそは脱獄は本当にできないかもしれない。それでも私たちは不可能を可能にしてきたじゃん。ああ、そういう冗談でいいから真面目に考えろ。ええ。とりあえず初日は情報収集だな。この刑務所のことを知ることが何よりも大切だ。わかった。できる限り把握していこう。自由時間だ。あ、もうですか。なんだ、嫌なら自由時間やめとくか。いやいやいや、欲しいです自由時間。マリサ、余計なこと言わないで。え、だってちょっと早いと思ったんだもん。こっちとしては2回も脱獄したお前らに自由時間を与えるだけ感謝してほしいところだ。いやー、本当に、金久保さんかミス。なんだ、そんな三流以下の褒め言葉じゃ全く嬉しくないぞ。三流以下の褒め言葉で草。さあお前らの自由広場はここになる。お、こっちですか。中には他の囚人もいるが、仲良くするんだぞ。私たちはフレンドリーなんで大丈夫です。あ、ちなみにそこの石レンガの建物の中は侵入してはいけない。まあ入ったところで何かあるわけではないが基本的には入らないように。あ、了解です。大丈夫ですって、入らないんで。
それではまた食事の時間になったら来る。はい、わかりました。入るなって言われたら入りたくなるのが脱獄のプロってもんですよ。脱獄のプロはさておき、ここはかなり気になるポイントだよな。しかもレバーだからこっちから入れるっていうね。ああ、そうなんだよな。道具がないこの段階ではこういう場所大事だからな。ひとまず、そこは置いて、他の場所のチェックもしようぜ。そうだね、この噴水とかも結構気になるからね。今回は、特にあれか、ひび割れた石レンガとかはなさそうだな。なんだろうね、このブロック、破壊できるブロックではなさそう。この刑務所の噴水は何もなさそうだな。あ、向こうにチェストがたくさんあるよ。本当だ、この中に何か入っているかもな。ちょっと中身を調べてみるな。そういえば監視ってどこにいるんだろう。前方のでかい監視塔みたいなやつじゃないか。あの球体が3つくらいついているやつね。監視塔もなんで3つのフロアに分かれてるんだろうな。逆側の自由広場を監視するために分かれているんじゃない？ああ、確かにそうかもな。でもここと逆側の自由広場の違いって何かあるのか？パッと見同じような構造に見えるけどね。自由広場が2つあるのもなんだかんだ引っかかるんだよな。そしてここのチェストには何も入ってないと。あ、何も入ってなかった。まあこんな分かりやすいところにあるチェストに重要なアイテムがあるわけないか。じゃあやっぱり現状行けるところで怪しいところはここですかね。そうだな。この下がどうなっているかだが、ここ監視塔からがっつり見えるんだよな。え？監視いる？いや、わからないけど慎重に開け閉めした方が良さそうだぞ。あ、ごめん、普通に開けちゃってた。いや、普通にいるんだよな。あ、マジで、見られなかったかな。まあ、多分何もアクションないから大丈夫だと思うが、これ片方が見張っていた方がいいかもしれないな。じゃあ私見ておくよ。ちなみに今監視は見てないよ。よし、じゃあちょっくら見てくるな。オーケー。二方向に分かれているが、まずはこっちに行ってみるか。ここは一体何があるんだ。自由広場の鍵が必要。なるほど。鍵ポイント一つ目発見だな。自由広場の鍵か。これはどこにあるのか。そんでもう一つの方向に繋がっている場所は。あ、これ。ひょっとして逆側の自由広場っぽいな。監視どこ行ったんだろう。ここからは見えないけど。まだ監視塔の中にいるのかな。あ、霊夢、ドア開けてくれないか。あれ、なんでドア閉まってるの。お前が閉めたんじゃないか。あれ、私閉めたのかな、記憶が曖昧だ。てか今監視見てないか。いや、さっきから姿が見えないから大丈夫だと思うよ。姿が見えないのも怖いが、とりあえず大丈夫か。あ、監視塔降りてきたな。本当だ、自由時間終わりかな。自由時間終了だ。あ、そっちか。あ、出るときは逆ので入り口なのね。集まるのが遅いぞお前ら。いやー、出るときはこっちなんですね。そうだ、食堂はこっちにあるからな。食堂ってそっちなんですね。そうだ、基本的に自由時間は南側が入り口、北側が出口だと思ってもらっていい。あ、じゃあなんとなく終わりの時間だと思ったらそっち側に向かいます。結構、食堂まで遠いんですね。目の前のレンガの建物だ。あ、やっとまともな食事食べれる。なんだかんだ腹は減っているんだよな。それでは食事の時間だ。食事の時間は奥の調理場や倉庫には入らないようにな。あ、了解です。まあ食事の時間はそこまで長くないから速やかに済ませるように。わかりました。それでは食事の時間だ。この後は施設紹介があるからそのつもりで準備しておいてくれ。まあ見ないって選択肢はないよな。相変わらず食事の時間は短いみたいだからささっとチェックしたいね。そうだな。霊夢も自分の飯を確保したらちょっと探索してみてくれ。オッケー。この部屋はなんだ、倉庫ってやつか。チェストはいくつかあるが、特に中身はなさそうか。こっちは何もなさそうだな。うわぁ、ここにもめちゃくちゃチェストがある。これ全部チェックするの大変だな。食事の時間で確認するの難しいぞ。いいや、一旦こっちは置いて、逆側行ってみよう。調理場。調理場は何かあるかな。どう？なんか見つけた。今のところ収穫なしだな。時間があるならお前はそこの大量のチェスト確認してみてくれないか。オッケー、うわ。すげえいっぱいある。これは水路か。時間もなさそうだし、ここを見るのはまた次回だな。ここは何もなさそうだね。無駄な労力でした。マリサの方は何かあった？恐ろしいほどチェストの中身がないな。おう、
本があったぞ、ちょっと読んでみるな。うまい飯を作ってくれなんて、囚人の分際で言ってくるのなんなんだよ。こっちは食事を作るだけで精一杯だっていうのに、感謝しろってんだ。ああ。また燃料がなくなってしまった、リサイクルボックスに木材を取りに行くとするか。なるほど、リサイクルボックスっていう重要なものが出てきたな。とりあえずそろそろ時間だから戻っておくか。終了だ。あ、お疲れ様です。ん、お前ら調理場の方から出てきていないか。え、そんなことないですよ。いや、絶対にお前ら調理場から出てきただろ。実は、ちょっとどんな風に作っているのか気になったので。あれほど入るなって言ったのにな、ちょっとこれは今後も要注意だな。本当に、こいつは悪いやつですわ。いや、マリサもだからな。あ、私もですか。初日から世話を焼かせやがって。すいません。とりあえず今日は刑務所紹介を今からやるからおとなしくついてくるんだな。わかりました。この辺は木材や石材の保管庫だ。刑務作業で来ることになるだろう。前の刑務所にもありました。それなら話が早いな。似たような刑務作業があるんですね。そしてここは風呂だ。あ、風呂に入れてくれるんですか。一応、清潔感は保ってもらいたいからな。5日に1回だが風呂に入れたいと思う。え、そんな頻度じゃ清潔感保てないですよ。なんだ、文句あるのか。あるって言ったら問題になりそうなのでないってことにします。完全にこびていて草。施設が多いから全ては紹介できない。というか実際にお前らには縁のない施設もあるからな。なるほど。それで初日はこっちだ、ついてくるんだ。続いてはここだ。これは、何ですかね。お前らが刑務所内で怪我などをした時に来る場所だな。医務室的な場所ですかね。そうだ。医務室と薬品保管庫がある。しかもここの囚人全員が怪我をしても大丈夫な数、ベッドがある。本当だ。医療室もたくさんあるんですね。だから安心して怪我してくれていい。それが逆に安心できない。次はこっちだ、ついてこい。さて、着いたぞ。屋内運動場、ここは何ですかね。この刑務所では定期的に体力テストを行う。体力テスト？何のためですか。適正な刑務作業に割り振るためだ。ああ、体力テストの結果次第で刑務作業が変わるってことですか。まあそういう認識で思ってくれればよい。体力テストはいつやるんですか。今のところ未定だが、近々お前らの体力テストも行う予定だ。おお、これはいい結果が出るように鍛えとかなければ、筋トレガチ勢になるしかないぜ。さて、次の施設紹介はこっちだ。結構ボリュームありますね。意外と刑務所紹介するだけでも大変なんだよ。いやー、これは金久保さんにマジ感謝。その言い方だとあまり感謝が伝わってこないんだよ。語彙力がないもので。すいません、全然学んでないじゃないか。おお、こういう渡り廊下的なものがあるんだな。見た目もかっこいい、オシャンティーな刑務所だ。まあ不審な人物がいたらすぐわかるようにガラス張りになっている。なるほど。ここら辺は特にお前らには関係なさそうだな。まあこの辺は刑務所の作業で使う場所だと考えてもらっていい。なるほど。養鶏場とかありますね。明日からはこの辺で作業するんですか。そ
そうだな。ちょうど明日の刑務作業はここら辺の作業だ。そうなんですね。次で施設紹介は最後だ。おお、なんだろう。お前らもいずれお世話になるところだ。うん、それはどういうことですか。まあついてくればわかるぞ。さあここだ。あ、なんとなく察しがついてしまった。え、なんだろうここ。ああ、なるほど。嫌なところだ。ここは処刑台だ。最終的にお前らはここで処刑される。あ、私たち処刑されるんですか。そうだ、もともと死刑囚だったからな。脱獄してもそれは変わらないからな。マジか。真面目に刑務作業してれば出してくれると思ったのに。世の中そんな甘くないぞ。はぁ、最後の最後で処刑のこと思い出してなんか憂鬱だぜ。まあ刑務所紹介はこれで終わりだ。先ほども言ったが、明日からはこの時間は刑務作業になる。処刑なのに刑務作業なんかやってられっか。ほう、それならお前の残りの人生は全て懲罰房だが。いや、それなら刑務作業をします。すいません、ずっと懲罰房は過酷すぎる。それではお前ら棒に入るんだ。了解です、わかりました。明日の自由時間まで棒で待機だ。おとなしくしているんだぞ。さて、初日終了ですか。そういえば棒の中のトイレってどうなってる。あ、意外と続いているのでは。いや、でも奥はひび割れた石レンガで封鎖されているっぽいな。あ、結局行けない感じか。とりあえず今日はいろんな情報が手に入ったから、また明日改めて考えてみようぜ。わかった、じゃあ今日は寝ますか。そうだな、おやすみだぜ。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。